皆さんおはということで、本日もね、やっていきたいと思います。えー、ちょっと昨日お休みしてしまってね、申し訳なかったんですけども、えー、今日はですね、通常通りやっていきたいと思いますね。で、今日のロースタームーブーになりますけども、吉野部が帰ってきましたので、ニック・ラミレスがね、DFA になったということですね。まあ、この前もそういう感じになるかもしれないよねっていう話はしたと思うんですけども、ラミレスに関してはね、まあ、そんな感じでしたと。で、あとはですね、バンダが IL に入ったということで、 左手の骨折という情報ですが、まあ、なんでそうなったかみたいなことはちょっと出てなくてね、いろいろと噂が出てるは出てるみたいなんですけども、まあ、どうなったかは現状わかってないみたいですね。ただもうこれ骨折っていうことになっちゃってるので、おそらく今シーズンはもうダメだろうっていうね、形では言われておりますね。なのでまたね、怪我人が出てしまって厳しいなという感じなんですけども、まあ、バンダがそういう形になってしまったので、 えー、グラテロルがアクティブになったということでね。まあ、彼は近々戻ってくる予定ではあったので、ま、あいいんですけどもね。ただ、バンダを削ってみたいな方向性ではなかったはずなので、当初の予定ではね、おそらく。らちょっと違っちゃいましたけどもね。とりあえずそんな感じの動きと。であとはこの前 DFA になりました、ピーターセンですが、マーリンズがクレームしたということなので、そちらに行くようなね、感じにはなりますね。 ということで、今日のロースタームーブとしては、これぐらいかなと思いますね。そしてですね、OC レジスターになりますけども、グラスノーのね、状況としては、今日ブルペンにね、予定通り入りまして、速球はね、結構投げて、で、あとは変化球もね、すべて投げたみたいなんですよね。だからいい感じで、2回目のブルペンというところは終えられたという感じなので、次のステップとしてはですね、現地金曜日にアトランタでシミュレーションゲーム、 を行いまして、バッタと対戦する予定であると。で、この状況に応じて、まあ次どうするかっていうことが決まるわけですけども、まあその後すぐにローテーションに戻るっていう感じもね、可能性はあると言われておりますので、まあうまくいけばもうすぐそうなるんじゃないかということでしょうね。ただ、今日の吉信みたいにですね、あの、復帰戦は多分球数が制限されてイニングが制限されるような形にはなるので、 まあそこでリリーフつかなきゃいけないっていうね、えー、状況はまた生まれてしまうんだけども、でもマイナーのリハビリに行ってまた戻ってくるみたいなことがね、ポストシーズンまでね、ちょうど時間が残されていないから、一つでも多くメジャーで投げてほしいっていうのがあるとは思うんで、まあそういう感じでね、早いとこ復帰させる予定ではあるのかなと思いますね。ただ順調には行ってるみたいなんで、これは良かったなという感じでしょうかね。で、あとはゴンソリンですけども、 今シーズンはちょっと無理だろうと復帰はね、言われておりましたけども、トリプレイでですね、2イニング今日投げて無失点に抑えたということですね。で、2アンダーは許しましたけども、32球投げて、3つの三振を奪っているということみたいですね。ただ、えー、今シーズン復帰っていうところはですね、やっぱりまだわからないと、GM も言っているし、とりあえずはね、1試合1試合こなしていこうということみたいで、で、基本的な路線としては来年に向けた、 まあ調整というか、うん、基礎作りをしている現状であるということなので、無理して今シーズン復帰させる予定ではなかったんだと思うんですよね。ただ、怪我人が結構出ちゃったりとか、いろいろしているので、少しは今シーズン復帰、まあポストシーズンでっていう感じにはなるかもしれませんけども、その可能性は排除されていないということではあるみたいですね。でも、この前もね、えー、この話はしていますけども、ロバーツ監督としても、 えー、10月に彼が出てくるっていうことは可能性としては低いということもね、えー、言っていますのでね。ただ、えー、アクシデントとか他の選手が、まあ、ね、また怪我で開いちゃったとか、そういう感じになって、ゴンソリンが試合で投げられるような状況ですよね。になっていれば、ね、可能性はあるかもしれないというね、感じかと思いますね。 で、以前の情報でもですね、復帰するとしてもリリーフでの復帰になるんじゃないかということでね、先発ピッチャーでのね、復帰っていう調整に関してはちょっと間に合わないんじゃないかっていうこともね、言われていたのでね、まあもしかして低い可能性で戻ってくるっていうね、場合はリリーフとして戻るような形にはなるんではないかという感じでしょうかね。でもですね、完全にもう可能性はないっていう風に閉じちゃうよりはね、 少しは可能性がもしかしたらあるっていう方向性でやっていた方が本人のモチベーションにもなるんではないかというね、えー、ことも書かれておりますので、まあ、本人としてはね、投げられる状況に戻って、で、ポトシーズンで今シーズンね、まだ投げる可能性があるのであればね、それは投げたいでしょうからね。だから、それに向かってとりあえず調整はね、えー、していくかもしれない本人はね。で、えー、もしかしたらチャンスがあるかもしれないという現状ではありますと。 続いてはですね、アスレチックになりますけども、カーショーの話題ですね。まあ、左足の親指が痛いということで、ちょっとね、今、ちゃんとブルペンで投げるような感じではね、できてないわけですけども、まあ、それに似たような感じとか、あとはね、投げるという方向性はね、足をこう、固定してというか、椅子に置いてとか、いろいろと試してね、やっているみたいなんですけども、今回ですね、え、右足はスニーカー履いて、左足は靴下だけで、 まあ、ブルペンで軽い練習に似たことを行っていたということなんで、まあ、いろいろとやりつつね、えー、どうにかこう、投げる方のね、練習はしているという状況が続いているということですね。で、復帰はできそうだということなんですけどもね、ただなかなか痛みっていうのはやっぱり続いてしまっているので、スパイクの方をですね、どうにか調整したりっていうことも入っているらしくてですね、えー、スパイクのそのね、刃の部分をちょっと削ってみたりとか、 あとは、シューズを、こうね、いろいろと負荷が軽減されるようにというかね、痛みが軽減されるようにというか、まあそういうことも、こう、制作の方でもう作ってもらっていると、何パターンかおそらくね、そんな感じでもあるらしいので、まあそれによってどうにか痛みが軽減して投げられるようにね、えー、助けてくれるものが作れたらいいんですけどもね。あとは何かしらの、こう、装具というか、まあそういうのを装着してみたいなこともね、言われておりますので、 まあそれで全てね、噛み合っていい感じでできればいいかなと思いますがね。という感じでですね、とりあえずはそういう方向というか、そっちの方向性でどうにか軽減できるようにっていうね、まあ模索している状況であると今ね、えー、というところで,で、本人としてはしっかりと戻ってこれるというね、自信はあるみたいなのでね、まあもうすぐね、えー、9月も半ばにはね、差し掛かってきますから、まあ後半に戻ってきてっていう感じでね、間に合うといいなと思いますけどもね。 続きまして MVP の話題となりますけども、まあ、このところでもですね、数日、翔平の MVP についてはねえ、ちょっと話しましたけども、MLB.com の方ですね、に、まあ、現状で、まあ、投票してみた的なね、感じで、まあ、これは本来、その、投票するべき人たちが投票しているということではないと思うんですけども、ちゃんとね、あの、今年投票する方々がね、ただ、えー、MLB.com の方の関連のね、方々かな、 が投票してみたという感じだと思うんですが、まずアメリカンリーグの方ですね。えー、1位 MVP がですね、ジャッジということで、31票の1位票が入っているというね、えー、ことになりますね。で、2位がボビー・ウィット。で、彼はですね、6票かな ?1 位票が入っていて2位ですという感じ。で、3位がソト。で、4位がですね、ガナ編。で、5位が、えー、ホセラミという感じにはなってますね。 で、あとは、まあもちろん1位票は入ってないんですけども、票がね、入った選手は、アルバレス、ゲレーロジュニア・ルーカー、デュラン、デバース、えー、スクーバルと。まあこの辺が入ってますよと。そしてナショナルリーグの方ですけども、えー、翔平が28の1位票がね、入りまして MVP という感じにはなってますね。で、2位がですね、リンドア。えー、9票ね、1位票が入っていて2位ということですね。 で、3位がですね、マルテ。そして4位がオツーナ。で、5位がですね、デラクルーズという感じになってまして、その他票が入った選手は、ハーパー、セール、メリル、えー、マット・チャップマン、えー、アダメス、フリーマン、シュワバー、プロファー、えー、コントレラス、ウィリアム・コントレラスですね、ブルワーズの方の。という感じのね、まあ、MVP の模擬投票的なところですかね、にはなっておりますね。だから、 まあ大体感じからするとね、えー、ジャッジと翔平っていうね、方向性ではずっと来てんのかなと思うんですけどもね。ただその中でもね、まあ、満票っていう感じではなくて、両リーグともね、そしてアメリカンリーグもね、ボビー・ウィットはこれで取れないのかみたいなね、感じの成績でもあるっていうね、ことは結構報じられているとは思うんですけどもね。そしてナショナルリーグは今のところ林道が結構ね、候補として、えー、このところ強く来ているという感じにはなるんでね。 ま、その中で9票ですかね。ということなんでね。やっぱりこう、票は割れそうだなという感じでしょうか。今年はね。両リーグともそんな感じになるかもしれませんね。っていうところの、えー、MVP の話が MLB.com のね、公式サイトに載っていたという感じですね。あとはですね、この前も来季に向けてね、FA の話とかちょっとしましたけども、でもって、マーケットバリューですかね。この前お伝えしたのはね。で、その中でもですね、コメントでですね、 え、まあ来季、じゃあ誰と再契約してほしいとか、まあそういうコメント結構いただいてましたけども、来季まだいる人がそこに含まれていたりとかね、まあそういうことが結構ね、コメントでいただいてるので、一度ですね、今度試合がない日とかに、まあ来季は誰がいて、でもって誰が、例えばプレイヤーオプションがありますよとか、クラブオプションがあるので、え、チーム側がね、キープしようとしたら、まあ来季もいますよとか、そういうところをまとめてですね、ドジャースの、え、ちょっと話したいなと思いますね。 だから、まあ来年いない人もね、もちろん FA になっちゃったらいない人も含まれてるし、トレードしてね、えー、今シーズンこう途中から来た人で、来シーズンもまだいる人もいるのでね。だから、まあその辺はね、えー、ちょっと一回まとめたいという感じですね。あとはですね、ちょっと追加でですね、怪我人の情報としては、テオヘルですね。 まあそろそろ戻ってこれると言われていましたけども、今日もね、えー、ラインナップには入っていなくて、今日は代打では出られるということではあったんですけども、まあそういう状況なので、まあ多分守備にね、フルでつくっていうところがまだ無理だということなんでしょう。トレーナーの許可が降りなかったみたいなところも見ましたけども、だから、まあ明日は大丈夫じゃないかってね、言われてるので、まあ明日ね、えー、ラインナップに入ってることを願いますけどもね、 まあ、つのは多分大丈夫なんだけどもっていうところだと思いますね。っていう感じで、テオヘルは明日復帰願うというところと、まあ、もし明日ダメでもですね、次の1日空いてアトランタ戦ではまあ確実に大丈夫なのかななんていうふうには思いますけどもね。っていう感じのテオヘルの話題ですね。 続きまして、今日の試合情報やっていきたいと思いますけども、今日でカブス戦2戦目となりまして、まあ、昨日は負けてしまったという状況で、今日もですね、6対3で逆転負けということにはなりましたね。いやーまあちょっと、うん、厳しいなーっていうふうには思いますけども、まあ、逆転負けというかね、先制されて追いついて、で、勝ち越して、で、いい感じで行ってたけどもね、っていう感じなので、まあ、ね、今日の試合はちょっと残念だなっていう試合でしたね、内容がね。 ということで、今日の翔平のね、話に行きたいと思いますけども、今日は4打数無安打という形にはなりまして、まあ4ハードヒットだったんですけども、すべてヒットにはならなかったようなね、感じでしたね。まあ惜しいのもあったし、っていうところですけども、えー、とりあえずね、1打席ずつ見ていきたいと思いますね。今日はですね、今永翔太との対戦ということでね、えー、日本人メジャーリーガーが4人ね、出場していると同時にね、そういう感じの競演になりまして、非常に素晴らしいということですけどもね、 まあこれが来年日本で開幕で見られるかもしれないという状況なのでね、そちらも楽しみなんですけども、まあやっぱ、もっとね、こう日本人選手行って、でしっかりとこう、まあ試合に出て活躍している状況の中でね、もっと増えていくと、こういうことも増えていくのかなと思うのでね、個人的にはもっとこうね、どん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 、まあ行って活躍してくれる人が増えて、 まあこういう日本人対決みたいなのも増えるとね、嬉しいなと思うんですけどもね。今日はほんと素晴らしい感じでしたが。まずですね、いきなり初級外角高めをね、えー、まあ振っていきまして。で、95.7マイルということでしたけども、ショートフライと。まあこれはね、えー、上がりすぎてしまったという感じですけどもね。まあこちらも一応ハードヒットということにはなっておりますね。で、次の打席ですよね。まずね、ダブルプレイということで、まあ、ノーアウト1、2塁ではあったわけですけどもね。 で、110マイルのハードヒットなんですが、まあ結局そこに守備がいるっていうのとね、これもあんだ確率も多分5割ぐらいなのかな ?4 割いくつかなだから、まあこれはね、若干守備的に守備値がっていう感じでもないのかもしれないけどもね。 まあだから結局はね、ゴロになっちゃうと、いくらいい当たりしてもね、こういうことになりやすいと、そして今シーズンよくあるということなんでね。まあそこはあんま抜けていってないですよね、今シーズンはね。だからこれもですね、いい当たり110マイルなんでね、すごいいい当たりなんだけども、まあ本人としてはやっぱりゴロを打とうとはしてないと思うんでね、えー、ミスショットであって、その中でのその110マイルハードヒットなんだと思うんだけどもね。これが打球がもっと上がってればね、まああの感じの感覚のコースであれば、 まあ一塁線というかライト線抜けていってみたいなところで2点取れるとかね。まあ最低1点は取れてるでしょうけども。そういう打球にはなってんだろうけどもね。まあ若干こう引っかかってるというか、まあそんな感じでゴロになっちゃったというところでしょうかね。もうちょっとね、いい感じで、えー、コンタクトというかね、うん。アングルとしても当たっていれば打球は上がってるんでしょうけどもね。 ま、打球が上がらなかったので、いい当たりでしたけども、ダブルプレイ、そして球が速いからダブルプレイになりやすいという感じで、ここは痛かったなという感じでしょうかね。そして、次の打席がですね、ライトフライということで、99.6マイル、374フィートという感じでね、1球目、スイーパー、外ね、見送って、2球目もスイーパー、アウトコース高めに来て、いい感じで捉えたかなと思ったんですけどもね、ちょっと届かなかったですね。 若干先だったのかな、バットのね。だから、打球速度的には100マイル出なかったと。ただ99.6マイルなんですけども、だからそこのちょっとの差なのかなと思うんですけどもね。いやー、これはちょっと持っていってほしかったというか、持っていったかなって思ったんですけどもね。だからほんの少し届かなかったような感じにはなりましたね。いやー、まあ惜しかったなっていう感じですかね。 そして最後の打席にはなりますけども、こちらはですね、ピアソンにね、ピッチャー変わっておりまして、で、インコース、スライダー、まあ、ストライクゾーンギリギリっていうところを初級ね、打っていきまして、これもね、暗いというか、まあ、いい感じの角度であったのかなと思うんですけども、やっぱり若干ね、えー、難しい球ではあるっていうことなんで、まあ、若干ですね、食い込まれている分、 95.3マイルとかなんでね、えー、届かなかったのかなというところですかね。という感じでまあ今日は4の0だったんですけども、4ハードヒットということで、まあ内容、そういう意味では内容はいいんですけどもね。まあもうちょっとというか、えー、あと少しのところでヒットになってないのと、ホームランになってないのと、打球が上がってないので捉えちゃったのと、まあその辺がね、多くあったのかなと思うんでね。 ま、今日はそういう日だったんだろうというところですけどもね。まあ、惜しいのがいっぱいある分ね、ちょっと悔しい面でもあると思うんですけどもね。まあ、状態としては悪くないということなんで、まあ、明日もね、また期待していきたいと思いますけどもね。まあ、基本的にやっぱ今永翔太、対今永翔太っていうことで、ドジャース的には、やっぱ、ホーシーム待ちだったのかな、基本はね。そんな感じの雰囲気はあったと思うので、まあ、翔平自体も外のね、スイーパーとか来て、結構ま、振っていくというかね、 そんな感じはあった中でのスイーパーがやっぱり来るなぁみたいなところ、特に左バッターはそういう傾向ではあったと思うので、まあその中でね、対応していってっていうところだったから、まあ結構ね、えー、その辺はうまいことやったとは思うんだけどもね、まあ結果にはつながっていなかったと。内容は良かったけどもね、ほんの少しっていうところでしょうかね。 そして今日の試合のね、内容をやっていきたいと思いますけども、まあ今日はね、えー、吉吉信が復帰登板ということになりまして、非常にね、嬉しい日ではあったかなと思うんですけども、その球数制限っていうのがありますので、4イニングしかいけませんでしたが、4アンダー1失点、えー、フォアボール0、8K ということで、いやー素晴らしかったですね、本当に。まあもう最初の回、初回のピッチング見て、いやーいいねと思ったんですけどもね、まあでもまだ1回だしっていう感じではあったけども、 まあ、本当四4回 8K なんでね、圧巻のピッチングでしたね。でもって、まあある程度もうイニングが制限されるっていうのはあるから、頭からガンガンいってたっていうのはあるので、球速もね、平均球速も上がっているような感じ。まあ97マイルとかですよね。あとは98マイル近い。 ま、あの、テレビとかでは98って出てるけども、97.9が最速ですかね。だから、えー、通常よりですよね、この前のシーズンで投げていた時よりは平均値がですね、0.8マイルですかね。上がったという感じなので、まあ、ね、結構いい感じで全力でというか、ある程度言っていたのかなと。 序盤からね、その制限されていたので。で、スプリッターもまあ1.7マイルっていうことがあるから、まあこれはちょっとね、えー、何かしら違う部分が計測されているような感じかもしれませんけどもね。まあそんな感じででもね、いい形で休速も出てたし、あとはスプリットカーブ。まあ三振を奪ったのがスプリットが多かったかなと思うんですけども、まあ両変化球ね、非常に良かったかなと思いますしね。空振りもよく取れていたとは思うし、 あとは見逃してっていうところもカーブはね、多かったような気がしますから、そんな感じで,ですね。素晴らしいピッティングでしたね。で、フォーシームが結構狙い打たれてるような感覚もあったんですけども、それはね、ある程度仕方がないかなと思いますし、でもってただフォーシームもコーナーにね、いい感じでこうズバッといってるっていうのは結構あったから、まあそういうのはあんまり打たれませんけども、フォーシーム狙いのフォーシームがある程度のところに来ると、 まあちょっとヒットにはされますけどもね。ただそういう方針ム狙いがあるからこそ、スプリットがね、かなり有効であるっていうのはあると思うので、まあみんなね、ブンブン振ってましたからね。いやー本当に切れてるなーっていうのはありましたよね。ただ、まあスプリットも結構叩きつけてるのと、カーブもね、結構抜けてるっていうのがあったから、まあその辺はね、まだまだ完璧っていうことではないんでしょうけども、ただ抜けてるからこそね、逆に効いたみたいなボールもあったんですけども、 まあでもそれは置いといてですよね。そういう、まあ、もありつつも、しっかりと投げた球がかなりね、良かったということだと思うのでね。復帰当番としてはかなり素晴らしいものを見せてもらったし、ドジャースとしてもですね、まだ一当番そして4イニングだからあれなんですけども、ある程度計算できるかもしれないというね、まあ思いにはなったピッチングだったと思うんですよ。これを見てね。やっぱね、 いいよねっていうか、うん、いいピッチャーだよねっていうのは見せてもらえたかなと思うので、また次の登板があると思いますから、まあ、その今回こうメジャーでね、しっかりと投げたっていう影響が彼の体にね、出ないことを願って、次の登板もしっかりいけることを願って、とりあえずそこ待ちかなと思いますけども、いや、まず一登板目素晴らしいという結果でしたね。で、あとは、まあ、先にね、今永翔太の方もね、話したいと思いますけども、まあ、彼もね、いいピッチングがしてましたし、 ただまあちょっともったいないなっていう感じですよね。あのホームラン3発っていうところが出ちゃったので、まあ非常にもったいない。そしてまっすぐ待ちっていうところがある中での、まあまっすぐが真ん中に行っちゃったっていう感じで打たれたと思うんでね。まあエドマン2発、そしてマンシーに1発っていうところだったと思うので、まあそこがね、まあ打線に向けてっていうところであるから、 まあやっぱり、翔平、ベッツ、フリーマンっていうね、ところをこう、まあ、抑えていって、どうにかしていってっていう感じの中での、まあ、そこから回に向かっていくっていうね、えー、打順ではあるんでね。まあ、ちょっとそこがね、うん、あれだったのかなと思いますけども。で、その他はですね、まあ、ヒットを打たれてるけども、その他を抑えているっていう感じなのでね、7回、7安打3失点っていうことだから、まあ、それはね、素晴らしいピッチングでもあるし、ただちょっと三振は少なかったのかなとは思いますけども、 3ホームランっていうのはね、若干もったいないというか、なんか難しいところを投げたのに打たれたっていうのはしょうがないんですけどもね、方針待ちの人たちおそらく、方針待ちの人たちにど真ん中らへんに行っちゃったっていうのがあるのでね、そこは、ええー、まあもったいない部分ではあったかなという評価でしょうかね。ただ、ピッチングとしてはまあ素晴らしいことは素晴らしかったという感じでしょうかね。だから割とね、右バッターの方がちょっと嫌なのかなって感じでしょうかね、彼にとってはね。 ま、スイーパーが左にはね、えー、投げると思うけど、右にはあんまり投げないとは思うんでね、チェンジアップはあるけども、だから結局まっすぐ待ちされて、えー、ブーム振ってこられて、そのタイミングで来て、で、えー、甘いとこ行ったらっていう感じだと思うので、もうちょっとね、甘くないとこに行けばそんなにホームランにはされてないと思うんだけどもね。だから、えー、打率、左率的に考えても右の方がね、多いと思うんですけども、高いと思うんですけども、だからめちゃくちゃ高いっていうわけではないけども、 多分、長打とか、そういう方向性で見れば、右の方が、えー、全然ね、高いのかなとは思うんでね。まあ、その辺のところなのかななんて思いますけどもね。あとは、鈴木聖也ですけどもね、5打数3打1打点ということで、えー、2三振にはね、なっておりますけども、まあ、後半ですね、いいバッティングありましたし、まあ、なんでしょうね、日本のバッティングというか、彼はメジャーのバッティングというよりか、日本のまま、 の感覚の方が強いのかなと思うんですけども、その中でね、これだけ結果が出るってなかなかまあ難しいわけですよね。何かしら大きく変えていかないと対応できないみたいなところもありますし、まあそうやって失敗していったというか、なかなか結果が出なかった選手もいるんですけどもね。ただ彼も変えようとはしたっていうことも言ってるけども、結局そのまま戻したというか、元に戻したっていう感じの中でね、成功しているからね。 まあ素晴らしいというかね、いいバッティングができているなというふうにはね、今日の試合の中でも思いましたしね。で、そこでも、ホームラン数自体もですね、去年が20で今年今19なので、まあ今年も20には乗るんではないかという形では来てると思うんでね。まあその辺も素晴らしいことだとは思いますんで、まあもうちょいね、25とか言ったらいいかなと思うんでね、そこは期待したい部分かなと思いますけども、えー、彼の素晴らしい打撃もね、あったかなと思いますね。 そして、試合の流れとしましては、吉野部がですね、初回3者 3K で抑えましてね。で、続いて今永翔太もですね、簡単に3人でね、MVP3 人をこう抑えたという感じで、フライアウトでね、そういう、まあ、初回でした。で、2回ですよね、ワンアウトから、えー、パレデスにヒットを許して、で、ブッシュは三振に取りましたけども、 ホーナーにもですね、ヒットを入りしまして、ツアーと一二塁というところでね、ピート・クロー・アームストロングがですね、まあ、ファーストへのこれヒットってなってますけどもね、まあ、割とこう、エラーっていうかね、イレギュラーしたみたいな感じだったからあれなんでしょうけどもね、ちょっとフリーマンが取れなかったという感じで、まあ、これで1点取られてしまったと先制されたという感じでしたね。でまあ、これはヒットはまあ、記録ヒットなんですけどもね、まあ、ヒットってなっちゃうと、まあ、きついというか、ピッチャーにね、失点はつくからね、 基本的にそのイレギュラーしなきゃファーストゴロで終わったみたいな感じだったと思うんでね。ちょっとここはね、えー、言いたかったなと。これで点取られちゃったのはね。ただ、2回裏にですね、先頭エドマンがホームラン打ちまして、1対1同点という形にはなりまして。で、3回表もですね、えー、3者 3K で吉野部が抑えたというところと、 そして3回裏にですね、キケとバーンズが連続安打となりまして、ノーアウト1、2塁というね、チャンスだったんですけども、昌平の、えー、ダブルプレイということでね、先ほどお話ししたところでね、これでまあ、痛かったなと。で、2アウト3塁とはなったんですけども、ベッツも打ち取られまして、このね、チャンスは生かせなかったというところですね。 で、4回表ですね、ワンナウトからパレデスにヒットをね、許しましたけども、ブッシュをダブルプレイに抑えまして、吉野部は4回をですね、投げ切って、8K というね、素晴らしいピッチングで終えたと。まあ、なんかパレデス、ね、嫌ですね。昨日も見ててそんな感じだし、なんかしぶといというか、簡単に打ち取られてくれないというかね、そんな感じの打席が多い気がするので、なんとなく嫌だなと思うんですけどもね。まあ、今日もね、えー、打たれてる感じではありましたけどもね。 そんな印象がね、ありますよね。そして4回裏にですね、ワンナウトからエドマンに本日2発目ということで、えー、ホームランが出まして、2対1とですね、勝ち越しまして。で、5回裏にですね、マンシーにホームランが出て3対1と点差を広げました。で、この後はですね、6回、7回と、両チームともね、無得点ではいったんですけども、そして8回表ですね、ハップを先頭でですね、フォアブレーで出しまして、ここでピッチャーをね、フィリプスにチェンジと、 で、スワンソンのですね、ボテボテのゴロだったんですけども、バーンズがファーストへ送球エラーということで、まあ、これでまずワンアウト取れずに1個エラーと。で、続く鈴木聖也のですね、ヒットで3対3同点という形になりまして。で、エドマンからのですね、送球をですよね、まあ、カットに投げたのかもしれないんですけども、カットはせず、 で、マンシーもカットされると思ったから、ちょっと逸れてたんだけども、反応が遅れて、まあ、転がってっちゃって、余計にね、点を与えたような感じにはなったと思うので、まあ、あの辺のミスも非常に言いたかったよね、というところですよね。で、ベリンジャーをね、歩かせて、パレデスは三振に打ち取ったんですけども、えー、ブッシュのセカンドゴロですよね。これをまあ、取りに行くっていうところ、というか、ランナーが先に目に入っちゃってるというか、 で、しっかりと補給できなかったっていうところで、危険のエラーという感じにはなりましてね。これで4対3と。で、その後ですね、ホーナーに随分とこうね、外角で、まあ、ファールにされたりとかしまして。で、最後もね、外要求だったと思うんですけども、インコースの方に入っていってですね、スイーパーがね、それを見事に打たれたということで、ツーベースとなりまして。で、これで5対3と。で、次のですね、アームストロングのゴロの間に6対3となりまして。 で、甘えは抑えましたけども、8回にですね、ミスが出ましてね、えー、5失点というところで一気に逆転されたというね、今日の試合になりました。で、8回、9回と、えー、点はね、取れなかったので、そのまま6対3でね、敗れてしまったという感じですね。ということでね、2連敗となりましたし、まあ、よろしくない負け方というか、そういうエラーが複数出てしまったというところと、まあ、守備の部分のね、えー、差というか、 まあ、相手のですね、ピートクローアームストロング、いい守備してましたしね、外野でね。まあ結構こうね、カバーしているというかね、そんな感じでもあったと思うんですけども、広くね。だからそこは素晴らしかったですし、まあドジャースとしてはちょっとね、嫌な感じの負け方にはなってしまって、で、連敗となってしまったのでね、ちょっと、うん、まあ、吉野部のね、この復帰当番っていうところで素晴らしい感じでね、試合が運んでいって、 で、このままね、リードしたままっていう感じだったわけですけどもね。まあね、そういう形で運んでいってただけに残念だなと思いますね。で、まあ、あとはパイスの牽制アウトっていうのもね、ちょっとあれも頭から戻ってはないもんね。だから、ちょっとその辺のね、あれも、まあ、頭から戻りゃいいってもんじゃないかもしれないけども、ただ立ってるよりはね、やっぱタッチがされづらいしね。で、あそこも、まあ、例えばね、えー、こんなことあっちゃいけないんだけども、 8回裏の攻撃でね、あのー、点差がね、空いちゃってというか、まあ、この6対3でもそういうことをやっちゃダメだけども、大量に点が入っててね、えー、点差がめちゃくちゃ空いてる中でそういうことが起きたならあれなんですけども、まあ、まだ、えー、3対1で勝っててね、こっから追加していこうっていうね、感じの中での、まあ、そういうプレイにはなっちゃったから、その辺ですよね。まあ、だからその辺もしっかりと、 うん、やっていかないとっていうのはあるのかなと。まあ、頭から戻ってっていうのでね、しっかりとやってアウトだったらまあまだしょうがないかなっていう感じなんですけども、戻り方的には悪かったのかなと思うんでね。まあ、彼のそういうところもちょっとね、えー、しっかりとやっていかないと、そのレギュラーで出るっていうところがね、なかなか厳しくはなってきちゃうのかなと思うんでね、今後ね。まあ、そこはしっかりとやってもらいたいというところでしょうかね。で、結果論だけどもね、その後ヒットも出てたし、で、あとはそのね、えー、キケのやつは、 まあ、いいプレイでね、アウトになっちゃったけども、まあ、点が入った可能性ももしかしたらあったわけですからね。まあ、そこもしっかりと、えー、今後にね、えー、ちゃんと活かしてやってもらいたいというところでしょうかね。ということでですね、まあ、連敗となってしまったので、残念なんですけども、しっかりとね、明日は勝たないといけないというか、スイープはですね、回避してもらいたいというところにはなりますし、ただまあ、明日はミラーなんでね、 まあちょっと頼むぞというところでね、えー、一回ね、いい感じでピッチングね、してもらいたいなというふうには思いますので、明日は期待するしかないかなというふうには思いますね。で、あとはコメントの方にね、このままひっくり返されることがあるんじゃないかっていうね、心配のコメントも来てたんですけども、ちょっとね。ただ、えー、以前というか、一昨日か昨日かですかね、まあ、誰のその X の投稿か忘れちゃったんですけども、おそらくドジャース関連の記者の方だと思うんだけども、 細かくドジャースがあとね、難勝したら、えー、パドレスが難勝しないといけないみたいなね、ところをこうね、並べて書いて投稿されてるものがあったんだけども、それがちょっと見当たらなくなっちゃったんで、で、現状で明日から含めて17ゲームですかね、ドジャースがね。で、パドレスが16で、ダイヤモンドバックスが17なのかなと思うんですよね。 で、仮にですね、この後ドジャースが17試合を8勝9敗、まあ1個負け越しでいったと仮定しましょう。そうすると、結局はですね、あと8勝増えるというところなので、最終的には94勝の68敗かなっていう感じの、まあシーズンになりますね。で、これと、えー、勝率というか、勝利数的に並ぶにはですね、ドジャースが8勝9敗でいった場合、パドレスは12勝4敗 いう感じでいかないといけないと。それでおそらく94勝になるのかな。で、ダイオーノバックスは13勝4敗でいかないといけないという感じなので、並ぶ場合はね、だから超えていく場合だと13勝しないといけないわけですから、13勝の3敗ですかね。そんな感じにはなってくると。だからこれはまあ、ドジャースが勝手にね、ほぼほぼ5分ぐらいで、えー、残りいった場合っていう過程なので、これがめちゃくちゃ負け越してるとまた変わってくるし、 まあそういう状況なんですけども、まあ仮にという目安で考えた場合は、これぐらいしないと、下はこう抜かせないよというところなので、まあ割とまだ全然ね、通常のことが起きていれば大丈夫かなっていう感じですね。イレギュラーなことが起きると、まあまだわかんないでしょうけども、まあ普通にやってればまだ全然問題はないというね、現状ですね。だから、まあ一戦一戦しっかりとやっていって、 まあ、トレザーしたスイープ回避してというところがね、えー、まず一つかなと思いますけどもね。でもって、直接対決もね、えー、パドレスとの直接対決も、三、えー、3試合ありますし、あとはダイヤモンドバックスとパドレスっていうね、えー、対決もあるのでね、後半最後の方かな。だから、まあ、そこでね、どっちかは負けるわけですから、まあ、そんな感じでね、まあ、あまりこう、 12勝4敗とかね。うん、なかなか厳しいかなと思うので、ドジャースとしては、まあ、5分以上でいければ、えー、どんどんね、余裕というか、地優勝というところは普通に見えてくると思うんでね。まあ、そんな感じでやっていってもらえたらいいのかなと思いますけどもね。というところで、とりあえず明日、ミラーに試合を作ってもらってですね、えー、昌平に47号ですかね。 そして48号まで期待していきたいという感じですね。ということでですね、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクスのフォロー、コメントよろしくお願いします。で、終わりまーす。